皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はまた、歯切れの良いカッティングの秘訣、その4ということで、カッティングのお話をつらつらとさせていただこうかなと思います。今までその右手の使い方、左手の使い方、ピッキングの仕方、ミュートの仕方とか、いろいろ地味な話をさせていただいたんですけれども、今回も地味ですということでございます。またフレーズを使って練習していきたいと思いますので、先にそのフレーズとやらを弾いてみます。こんなフレーズを使って練習します。レッツトライ。こんな感じの普通のコードカッティングという感じです。まず、その、ポイントの説明をさせていただきますと、その弾く部分の習得をしたいんですよ、今回の動画の中の練習で。全部の弦を弾くのか、それとも高い弦だけ弾くのかとか、ね、低い方だけ弾くのか、高い方だけ弾くのか、そんな感じで、この6本ある弦の中のどの辺を弾いていくのかというのを習得することで、そのリズムとか、そのフレーズにきらびやかさとか、メリハリとかをつけていくと。そんなのが目的になっております。ぜひ興味がありましたら一緒に練習をしてみましょうということです。それでは早速ギターをお手元に用意していただいて、最初は Em7 というコードからスタートするんですけれども、その準備運動としてまず人差し指で1弦から5弦までの制覇ですね。で、このときに人差し指の先っぽで6弦はできるだけミュートしてあげてください。弾いても音が出ない状態です。でも、5弦から全部きれいに音が出るように気をつけると。そして、これを弾いたら、ハンマリングをします。中指で2弦の8フレット、そして薬指で4弦の9フレットです。この音。いっぺんにバーンと弾いちゃって、中指と薬指をそれぞれ2弦と4弦にハンマリングする。こんな感じです。で、弾いてハンマリングしたら、ダウンピッキング、アップピッキングで2回弾きます。ダウン、ハンマリング、ダウン、アップ。これがまず1拍目。このハンマリングしているときに空振り、このアップの空振りをしておかないと、その次、ダウンピッキングできないので、しっかりとハンマリングしている間に、手を上に戻しておきましょう。で、2拍目は、ツッツッツッとブラッシングを3つ入れます。ツッツッツッ。で、高い方を、ごめんなさい、高い方とか気にしなくていいです。ツッツッツッと3つ入れたら、アップピッキングで音を弾く。ツッツッツッ。で、3拍目は、ツッツを2つ入れて、ダウンで弾きます。ツッツッ。で、4拍目は、ジャーツツ。ダウンでジャーと弾いたら、ツツを2つ。ちょっともう一度。1拍目は、ダウン、ハンマリング、ダウン、アップ。ダウン、ハンマリング、ダウン、アップ。そして2拍目は、ツツツチャ。ツツツチャ。3つブラッシングを入れて、アップストロークでコードを弾きます。で、3拍目が、ツツチャ。2つブラッシングを入れて、ダウンで弾いていきます。ツッツッチャー。で、4拍目は、チャーツツ。ダウンでビャーと弾いちゃってから、2つツツを入れます。で、これをつなげると、タラツチャツツツチャツツチャチャツツタラツタラチャチャツツツチャツツチャチャツツ、こんな感じのフレーズになります。これをまず弾けるようになるところまで練習をしてみてください。で、これがなんとなくできるようになってきたら、弾き分けの本題の方に入っていきます。このどの辺の弦を弾くかという感じですね。まず、一発目のダウンストロークのときはですね、全体的にわーっと弾いてしまってください。もう6弦から1弦まで、ビャーっと。で、ハンマリングをして、その次、
ちょっとわかりづらいので、これを消してしまいます。ハンマリングをして、その次のダウンピッキングに関しては、真ん中あたりを弾いて、まあ、具体的に言うと3弦、4弦あたりという感じですね。具体的に3弦、4弦しか弾いちゃいけないというわけじゃないですよ。その辺を弾くということです。ガーッと弾いて、ハンマリングしたら、真ん中から弾いて、アップピッキングで高い方を弾きます。1弦、2弦あたり。そうすると、ジャラズキャーという音程差になると思うんですけど、どうでしょうか。で、2拍目、ツッツッツッと3つ入れたら、アップストロークで高い方を弾きます。こんな感じ。で、3拍目のツッツッチャーに関しては、低い方を弾きます。で、4拍目は全体的にビャーンと弾いちゃって、ツッツを入れる。なんとなく違いわかりますでしょうか。そういう弾き分けを全く気にせずに、全体的に常にブラッシングをして弾いてみます。こんな感じ。でも、さっきみたいに全部弾いたり、真ん中弾いたり、高い方弾いたりみたいな感じで弾き分けをして弾いてみると、独特のノリみたいなのが生まれたと思いませんか。ちょっともう一度やってみましょうか。全く意識せずに全体的にガシャガシャやると、まあ、これはこれで勢いがあっていいんですけれども、今回はこうではなくて、なんかこんな感じで弾いていくと。なんか聴き比べると、その弾き分けをした方がすごいシャープに聞こえると思うんですけども、どうでしょうか。まあ、平たく言えば歯切れが良いというか、なんかこうね、スマートといいますか、ノリが生まれるといいますか、そんな感じになると思うんですけれども、いかがでしょうか。で、その秘訣というのはさっき言った通り、その全部を弾くか、低い方を弾くか、高い方を弾くか、まあ、そんな感じの弾き分けがすごく大事になってくるわけでございます。これを、コード変えなくていいので、ずっとこのままで良いので、なんとなく慣れてくるまでひたすら繰り返してみてください。で、なんとなくある程度手順とか把握してきて慣れてきたならば、この場所でコード順にします。タラツッチャツッツッツッチャ。で、ツッツッ、ここ、ツッツッチャーチャーのここで C コードにします。C アド9ですね。人差し指が3フレットを制覇して、で、6弦は鳴らせないので、人差し指の先っぽでミュートです。で、小指で3弦の5フレット、薬指で4弦の5フレット、4弦の5フレットです。そうすると、こんな感じの響きのコードになるはず。つなげてやってみると、あ、ごめんなさい、ここでしたね。ここです、C コードに変えるのは。こんな感じ。アップストロークで、ちょっと軽く C コードで引っ掛けるような感じで弾いてあげてくださいませ。こんな感じです。で、その次、2小節目に関しては G コードからスタート。人差し指3フレットを制覇。全部の弦です。そして、この中指、薬指、小指を3本ともハンマリングをしてあげると。中指が3弦の4フレット。で、薬指が5弦の5フレット。小指が4弦の5フレットです。これを全部弾いた後にハンマリングをして、また高い方を弾いてあげて、で、ツッツッツッ、3つ入れてあげると。で、その次のここのアップストロークで D コードにコードチェンジをしてあげます。D コードは6弦は使わずに5弦から5弦の5フレット、4弦の7フレット、3弦の7フレット、2弦の7フレットという感じです。これは薬指で制覇しなくても、3本指で押さえてしまっても、どっちでも OK です。で、これをつなげてやってみると、
通してやってみましょうか。すごいゆっくり。ワン、ツー、スリー、フォわがままを言うと、ここのコードチェンジをするアップストロークのとき、ここにその歯切れを良くするための秘訣、その3であったスタッカートというやつですね。弾いたらすぐに音を切るという動作を入れると、なお一層スマートになるかなと思います。ここで。本当、音が出ているのか出ないのかわからないぐらい、すごく短く。こんな感じです。まあ、その、なんていうんですか、ワンポイントアドバイスみたいな話を挙げればキリがないので、まあ、この辺にさせていただきたいんですが、こんなフレーズで、その、どの弦を弾くかという、この弾き分けですね。それの練習をしていただけるとすごく嬉しいなと思います。普通にこのブラッシングのところは、開放弦鳴らさないとか、ハーモニクス鳴らさないなんていうのは、これはもちろん大前提ですよ。まあ、それができた上で、全部弾いたり、低い方を弾いたり、高い方を弾いたり、もしくはそのスタッカートのことを意識したりというような感じです。結構難易度としては、しっかり実践しようとすると結構高いと思うんですけれども、まあ、ちょっと頑張って練習をしていただければ嬉しいなと思います。極端に悪くやると、こんな感じで右手のリズムが狂ってしまったり、途中開放弦の音が出てしまったり、もしくはこういう弾き分けが全然出てなかったり、できてなかったりとかすると、やっぱりこうぐちゃぐちゃっとしてしまうと。そうではなくて、コードを弾いているだけなんだけども、なんかすごい。スマートにノリよく聞こえてくるように、ちょっと練習をしていただけると嬉しいなというような感じです。結構難しいと思うんですけれども、頑張って練習をしてみてください。そうすると、今後、コードカッティングをするときに結構メリハリが出てくるかと思います。すごいうまくいかないという方のために、少しまだお話をさせていただきますと、結構この右の手首の使い方が大事だったりとかします。そのビデオでですね、動画の中で僕のこの右手の動きをいろいろ観察していただくと、すごい発見があるかなと思うんですけれども、普通に大きく弾くときには、やっぱりこう大きく振りかぶっていると。けど、部分的に弾くときには、やっぱり動きが小さくなっていると思うんですよね。こんな感じで。ちょっと今の意識してやりましたけれども、その腕の使い方、肘の使い方、手首とか指の使い方、その辺も気をつけて合わせて練習していただけるとすごく嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。それではまた次回お会いいたしましょう。それまで頑張って練習をしてみてください。それではさようなら。